アメリカの著名投資家のウォーレン・バフェット氏は12日、訪問先の日本で経済専門チャンネル CNBC のインタビューに応じました。アメリカで相次いだ銀行の破綻について、まだ終わっていないとし、今後さらに破綻が続く可能性を指摘したものの、預金者が心配する必要はないとの考えを示しました。また投資している日本の5大商社株については、10年から20年保有し続ける計画を述べたほか、それぞれの保有比率を 7.4% に引き上げたことも明らかにしました。